はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画新しいシリーズになるんですが、小問丸1をやっていきます。で、先にね、この小問シリーズが何かっていうのを説明させてください。で、全部ね、まだ把握してないんで、もしかしたらないところもあるかもしれないんですが、公立高校ね、問題、入試問題のおそらく大問1でよく出てくる計算問題、関数、あとはなんだ、確率とかか。まあ、その辺のちょっと簡単な基礎的な問題が小問集合といって集まってるんだよね、大問1によく出される。で、そこで実際出題されたやつをいろんなところからね、ピックアップして今回集めています。ただし、まあ、アップしてるのがね、まだ5月なので、中3の内容は含んでいません。だから中学校3年生になった段階であれば全部勉強済みです。いいかな、そういう風にやっています。で、今後はちょっとね、もちろん中3の内容も増やしていくんですが、ひとまず今回はなしになってます。なので、今回は7問ありますから、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この後ね、解説やっていくんですけども、いつも通りね、これズームアウト後ろに下げてこの問題外してしまうので、問題を見ながら、一応ね、板書にも全部問題今回は書いてあるんですが、チェックしながら見たい子はちょっと別画面で画面開いてもらったりとか、ノートに問題移すなどして対応してみてください。いいかな。では早速ね、解説の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ下げますね。こっちか、あ、逆だった。ごめん。ちょっと待って。下げて、下げて、下げきれなかった。この辺でいいかな。よし、じゃあ行きましょう。外しちゃうね。で、なんで小問集合をね、わざわざ取り上げるのか。ね、数学が得意な子からしてみれば簡単すぎると、ね、思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、実際、この7問は全部ね、公立高校で出されたやつです。実際何も書いてないんで、今回に関してはね。で、この簡単なんだよ。で、簡単なんだけど、この程度が出るんだよ、実際。で、こういうのが大体は2点、3点は2点が多いかな。ね、たった2点なんですけど、でも公立高校ね、何万人って人が受ける、ほとんどのね、都道府県で。その2点ってすごい差が生まれるの、そこで。だから、逆に言うと、絶対に落としちゃいけないとこなの。この小問集合は。どんなに数学が苦手でも。まず全問取れるようにしなきゃいけないところ。なので、なんだろうな、で、やり方を覚えてもらうっていうのもあるんですが、確実に解けるようになってほしいと思って今回取り上げています。いいかな？よし、じゃあまずね、1番、まあ、サクサクいっちゃいましょう。マイナス5、マイナス8、かける4分の1です。まあ、このパターンよく出される。で、何が引っ掛けか、ここも覚えておくといいね。何が引っ掛けかっていうと、掛け算先にやれよっていう、それだけです。これを先にこっちからやってしまうと、マイナス5、マイナス8なんで、マイナス13。マイナス13かける4分の1、割り切れないので、マイナス4分の13って書きたくなる。これ×です。これ引っ掛けの一番多いパターンね。そうじゃなくって、まあ一応マイナス8まで含めようか。マイナス8かける4分の1、こっから先にやる。だからちゃんとやれば、マイナス5はまだ放置しとく。で、ここ計算して約分できるから2になる。マイナスのね。で、マイナス2になるから、答え、マイナス7と。ね、こうなります。じゃあ、サクサクいくよ。で、次です。まあ、似たパターンですけど、次は確かに掛け算先なんだけど、それよりももっと先にやんなきゃいけないのが指数ね。何乗ってやつ。これ先にやる。これルールだからね。で、マイナス1の3乗。カッコの外に3乗があるのは、そのカッコが丸ごと3つあるっていう意味。マイナス1かけるマイナス1かけるマイナス1っていうね。で、これ計算するとマイナス1なので、これマイナス1も消しちゃうか。マイナス1になるからね。プラス5かけるマイナス1。ここ先にやると、マイナス3はそのまんま。プラス5かけるマイナス1でマイナス5。だから、マイナス8と。ね、こうなります。よいしょ。ね、いいかな。で、次は普通にあれか、計算する問題だね。で、これはもうカッコの前に数字がくっついてると。4がね、くっついてて、こっちはマイナス3がくっついてるので、こう配るんだよね。で、こっちのマイナス3もここに配ると。だから、ちゃんとやるんやったら、4を配る。掛け算でね。掛け算で配るから、8x。で、配るから、マイナス 4y。で、後ろもマイナス3を配るから、マイナス 3x で、マイナス 3y となります。で、必ずここで止めない。
数学っていうのは計算ができるところまでやらなければ絶対罰を食らってしまうので、 8x と -3x 計算して 5x -4y と -3y 計算して -7y と、で x と y はねこれ足し算引き算できないのでここでストップとなります。でじゃんじゃんいくよ。次も分数入ってるけどやることは同じ。2分の1をここに配る。でここはマイナス1が隠れてるからそれをここに配る感じでやっていくと、2分の1配ると3、これ約分できないんでそのまんま2分の 3a にしてください。で次2分の1をマイナス2に配ると2と2で約分できるからマイナス b になります。1は書かないからね。で次マイナス1をここに配るとマイナス 2a、 まあ符号を変えるだけです。こっちも掛け算で配るとプラス b となります。でマイナス b とプラス b は消えます。計算すると0なので。でだから問題はここなんだよね。でこれに関してはここにくっついてる係数2分の3マイナス2を先に計算するといいです。でこれ、まあ、地味にね忘れてる子もいると思うんですが通分します。足し算引き算なんでね。で2っていうのは1分の2だから2分の4と同じになります。1分の2なんで上と下に2をかけると2分の4です。で計算するとマイナス2分の1だから、これ知ったもかけないよね。じゃあこれちょっと消してね。これを計算してマイナス2分の1で a があるから a と、ちょっと中にね入っちゃった。これで OK というふうになります。で次なんですね、これね、おそらくこれを勉強した時にはねほとんどの子は苦労しなかった、これに関しては。なのにこうやって受験ちょっと時が経ってからやってみるとんってなる子がちょこちょこ出てくる。で何がうかっていうとこれ解き方まずやってしまうと x-7 イコールさっきと同じね、これ9をこうやって配ればいいから 9x プラス9になります。でここの問題とこれ何が違うか、まあ、あのね問題のやつも見てほしいんですけど、5番は一次方程式これを解きなさい、まあ、解こうかって書いてあるでしょ。もともとイコールがあるのが方程式なんです。で方程式っていうのは x イコールなんとかとか、その文字イコールなんとかっていうのが答えのゴールになるの。ここは計算しなさいだから計算すればいいの。そのあるものをまとめるだけでよかった。でもこれは計算しなきゃいけないので、どうするかっていうと、X、文字を左側に集めればいいじゃん。なので、QX を左に持ってくると、マイナス QX。で、X とくっつければ、マイナス 8X です。これとこれくっつけたのね。で、マイナス7を右に持ってくると、プラス7。9とくっつけると、16です。で、これ入んなくなったからこっち行くよ。で、最後、両辺をマイナス8で割ればいい。で、こっちはね、x でそのまんま。16をマイナス8で割れば、マイナス2と。ね、こういう風になります。で、次、6、7。これね、等式変形といって、もともとある式を、ほにゃららについて解こうと、解きなさいっていう問題だね。まあ、大体1問出されるところが多いですね。まあ、公立高校だと。で、今回、6番に関しては、b について解きます。いい？だから B について解きなさいと言われた瞬間にゴール地点をイメージしてほしい。何がゴールか、 B について解くんやったら B イコールほにゃららと、これがゴールなんです。だからまず左側には B しかいちゃダメなんだよって思えば、あれお前なんで左にいるの、右に行きなさいってことで 2A を右に持っていきます。だからマイナス 3B持ってくるとこっちマイナス 2a な。で、もともといるからプラス1と。こうなります。で、これは個人的な思いです。慣れてる人は全然やんなくていいんですけど、この後処理するときに等式変形は1回ここプラスにしちゃった方がいいです。マイナスを先に消すと。で、マイナスを消すやり方は全部の符号を変えればいいので、3b イコール2a マイナス1です。全部の符号を変えただけね。で、何するかっていうと、3が邪魔なの。B イコールにしたいから。だから3で割ります。で、3で割ったら、この 2a-1 の下にこうやって3つければ、これで OK です。
いい、これで丸になります。で、もしくはで、これともう一個の書き方も覚えてほしいんですけど、3で割ってるので、これまとめて書くパターンね、一個一個で書く。これの 2A の下に3をつけて3分の 2A マイナス1の下にも3をつけて3分の1と、これどっちでも丸もらえます、書き方として。で、ぜひ両方覚えてほしい。なんでかっていうと、これもし分けて書いた時に約分が必要だったら、そこで約分してほしいんです。いいね。なので、まあ、両方知っておくといいかなと思います、個人的にはね。で、最後は C です。この C について解きたい、これが主役ね。だから C イコールにしたいんです。で、等式変形は分数邪魔なんだよ、これ真っ先にね消しに行きます、分数。だから分数を消すにはどうするか、全体に2をかければいい、2がね、これ邪魔なんで、全部に2をかけると、もちろんこっちにもかけるから 2A になります。こっちに2をかけると約分してこれが消えます、落ちてきます。だからそのまんま B 足す C と書けばいい。で、あとはこううまく順番入れ替えて C イコールに持っていけばいいから、まあ慣れるまではね、ちゃんと持ってってマイナス C こうで 2A こっちに行ってほしいから、一応順番こうしようか、マイナス 2A プラス B と。で、さっきも言ったようにマイナスが邪魔、その時は全部の符号を変えればいいので、 C イコール 2A マイナス B と、これで終了となります。いいかな。まあ最初にもね言いましたが、数学が得意な子にとってはみたいなね、レベルかもしれないんですけど、まあこうなんだろうな、足元を救われないようにというか、こういう小問集合をきっちり取るっていうのは非常にね、あの受験の突破にも大事な力だと個人的にはね思っているので、まあね確認程度でやってみてください。で、このシリーズね、ちょっと続けていこうとは思ってますので、まあなんだろうな、肩の力を抜いて練習程度に思ってもらえたらと思います。では今回は受験対策動画、小問丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、さっきも言ったように、ちょっとね、このシリーズまた続けていこうと思います、噛んだ、思いますので、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。